どうも、ローストビーフです。つうことで、まあ、四川流の、まあ、上級、やっていきたいと思います。でも、まあ、ちょっとね、メンバーがね、上級からね、ちょっとだけね、まあ、強くなるんで、まあ、若干、あれかな、ステータスっていうか、まあ、これがね、まあ、俺の、あれ、なんだっけ、魔導書？魔導書狩りデッキなんですけども、まあ、トーマ、まあ、回復2枚でいいんじゃないの？こうでいいんじゃないの？まあ、これでいこう。で、まあこれ。で、まあこれ。で、まあ上級。後天の、まあ、狩人なのかな、まあ、ちょっとよくわかんないですけども、まあこれやっていきましょう。で、まあ雷。うわ、おお、一人だけいた。危ねえ。じゃあ、まあちょっとサンドさん、ちょっとお借りします。これでいこう。ゴーゴー。全部で何戦かな？バトル全部で4戦。まあ、ザコ3戦つとこっすかね。復職多いな。まあ、復職、まあ、潰す？これは難しいね。難しいっつうか。ドラマがむせ、もうどうでもいいからな。地理とかね、そういうんだったら、なんか覚えてなきゃダメだみたいなのは、まあありますけども。ドラマとか芸能をなんか知らないとダメだみたいな感じにされると、なんだか物々しい雰囲気だなって言ってますけども、若干ね、まあ、上級から、まあさっき言った通り少しだけ、まあ、ステータスが上がったりしてるんで、敵のね、あれなんて言うんですっけ、ねぶり橋とか言うけど、あれは箸を舐めるやつよね。これなんて言うの、知らんな。雑魚はどうだったかな。前回やった時も雑魚がどれぐらい落ちたか。雑魚集めも一応しなきゃね。まあ、図鑑でね、欲しいんだよね。まあ、クリスタルだったり、俺、あとね、1000冊はまだ集めてないんで、1000冊目の女の子はね、やっぱ欲しいんでね、なるべく、まあ、早めにしたいですかね。フリースタイルか。まあ、この辺もね、まあ、そんなでもないかな。雑魚は。やっぱ背景はやっぱいいね。すごいいいね。これ3番目です。これなんていうの？これモミジかな？ツバキ。ヒイラギ。モミジかな、なんだろうな、わかんないけど、最後にしちゃったけど、漢字もね、俺弱いんだよな。芸能も弱いけども、漢字も弱いな。正直漢字も弱いし、あと地理もすごい弱いんでね。
わかんのは本当にスポーツ。スポーツならね、よくわかる。まあアニメ、ゲームも一般的なやつだったらね、わかります。ということで、まあボス。で、まあ右側の竜がまあ HP1800。で、左側のライオン、タイガーが1800、これも一緒、あ、1800じゃなくて18000。両方とも18000。で、まあシュランが80000。これ結構高いんや。で、まあ左側のライオンさんが、3ターンごとに毒と単体攻撃。で、毒が200。で、右側の竜が全体と弱体化。で、シュランが3ターンごとに、単体と力ダメ。力ダメ後は3800以上のダメージ食らいます。マジこれ。先にシュラン片付けた方がいいっていうことかな、おそらく。3800って言ったら死んじゃうじゃんか。どれぐらい食らうかって言ったらですけど、あんま食らねえな。まず弱体化どうなんだっけ、封印、封印はしてこないのか。封印してこないなら、まあこれ真ん中から片付けた方がいいのかな。これやっぱね、ファムちゃんと椿とトーマのこれ組み合わせは強いな、これ。ただあれ、これ2色増えてくるとやっぱね、黒パッツァ欲しくなるね。ただやっぱ威力、火力デッキって言うとやっぱ椿がね、入るんだね。で、まあこれ使っちゃおう。これでもう倒せんのかな。結構硬いんじゃないの、シュラン。でもこれ2色。芸能。なるほど。お、けいけいけい。これ全然落ちねえな、これ。初級とか初回で落ちたことがね、落ちたこと、落ちたところ見たことがない。見たことあると思うけど、もう記憶にないぐらい落ちない。うん、で、まあクリアと。で、まあゴールドが99,800。で、まあ経験値が650。で、まあ肉まん落ちてると。で、まあ1回目のクリア報酬。まあこれもまあ一応見ていきますか。で、まあクリスタル1個。で、まあシュラン。まあここからはもう本がない。んで、まあクリスタルと、その各報酬のキャラ。つうことですかね。ええ。まあ強さ的にはそうでもないんじゃないですか。まあこっからですよね。まあイーリンからまあちょっと難しくなってくると思うんで。まあそっちの方はね、また別個でやるんで。一旦ここで終わりにします。まあ、ということで、まあ、四川省の、上級でした。